もうフェイシャルが出なくなっちゃうから、うん、カッサはカッサの目的でやってもらいたいし、フェイシャルはフェイシャルの目的でやってもらいたいので、まあ、クレンジングと軽い マッサージを入れたいと思います。あ、注意点は一応カウンセリングシートもちょっとまた考えますけど、まあ、妊娠中は行わないということ、これは血液の循環が良くなりすぎて、まあ、流産の恐れも出てしまうこともありますので気をつけてほしいですね。あと体をやるときは静脈瘤を分かるので、チーチとかそうここってなってですね、危ないからそういう人とかで、リンパの上は石であんまりきつくこすらずに少し緩めで、静脈瘤は大体足の方が多いじゃないですか。ほとんど足ですね。足出てる方が顔やつだね。うん、それはないんだけど、これ一応体とかも関係してるので書いてあるんだけです。はい、あとはそうですね、メディアンセラピーの方に、効果が書いてあるんですけど、まず顔への効果を見てもらって、ニキビとか赤ら顔、赤い顔ね、あとシミ、シワ、くすみ、疲れ目、リフトアップ、たるみ、コラーゲンの生成。コラーゲンの生成は結局血液の循環が良くなって新陳代謝が良くなるとたくさんターンオーバーするので、皮膚がそれでコラーゲンの生成が出ます。シミって私ちょっと興味あるんですけど、シミはなぜかいきなり消えるわけじゃないんだけど、結局血液の循環が良くなったりすると、とか血の流れが良くなって、こうくすみが、くすみとか老廃物が流れると、うん、くすみがまずなくなってきて、それでやっぱ結局コラーゲンの生成と一緒なんだけど、ターンオーバーもよく、皮膚が早く生まれ変わる、出なさい、消えるというよりは作らないところですね。作りにくくなるのと、あと他のくすみが消えることで薄くなった感じがする。そんな感じですね。一番こう、ちょっと分かりにくい部分じゃないですけど、一番分かるセールスポットというんですか、ひろこさんは長年経過した、ね、私も眉間が消えましたって言ってました。眉間の交渉は合わせました。私が自分でやったのだとコントワーかな、フェイスコントワー、顔の輪郭がはっきりする、だからたるみが多分改善されるんだけど、で多少なんだけど、プラスチックサージェリーするときってね、整形、顔を整形するとき、整形するときって必ず顔の上であんまり行うことはないんですよ、リフトアップの場合。大体の場合はこの耳と耳を結ぶ線、ここを切ってタグするんですよ。ここを引っ張るんですよ。で、リフトアップなんですよ。それと一緒で、いくらリフトアップのコースをやってても、顔のみやってても、あんまり正直、なかなか効果ないんですけど、ちょっと石で上の方に、何かこう、上の方を上げてるときに、頭のこの辺ぐらいまで引き上げてあげると、頭の筋肉自体が、刺激されるというか、強化されるので、キュッと持ち上がる。だからやるんだったら、多少ちょっと頭もちょっと入れてあげるというか、余計分かりやすいです。それとね、あとシャって言うんですけど、顔ではまず出ないし、ほとんど出ないです。ちょっと疲れてるこの辺とかこの辺が出ることは多少ありますけど、こことかね、ここか、出ることあるけど、顔ってそんなに筋肉の種類が違うんですよ、体と。筋肉の種類が違うので、そんなにその、シャって呼ばれるあざみたいなのが、血のね、あざが出ることはあまり変わらないし、作っちゃいけないです、美容では。もうそれ作って返しちゃったら、もうお客さんリターンなかなかしてくれなくなっちゃうので、そこはちょっと気をつけて。でも、弱いからといって効果がないわけではないんですね。間違ってやらなければ、絶対効果はあるので、大丈夫。で、体に出るシャのちょっと色で見るんですけど、やって薄いポーってピンク色になるときはそんなに疲れがまだ始まってないとき、血行が良くなって、明るい赤とかになってくるとちょっと病状が軽く毒素もまだ少ないから、まあ、1、2回のマッサージで治る。紫、黒になってくるとかなりちょっと病状も悪化してくる。で、茶色になると血液がドライなんですよ。
末期じゃね。たくさんまだ来る時間じゃないで発病して、赤グループになるともう発病して 2,3 日以上経ってちょっと何回か必要に。あ、戻ってます。あ、大丈夫。でも移動してくる。カッサって毎日やってもいい、うん、毎日やっても大丈夫。大丈夫な1日何回やっても大丈夫。へー。で、日本とかで取り出されているのはあれですね、結構朝メイクの前、それなんかほら杉本彩さんとか IKKO さんとかあの人たちがその美容とかにまあちょっと興味があるというかで朝化粧前とかなんかそういう時にやるとまあ効果がありますみたいなことを言ってることで広まったんですけど、お化粧前にされる方も結構います。なので1日何回やってもらってもいいです。で、家でもメンテナンスみたいな感じでやってもらう。ただ、すべてを教えてしまうとやっぱりサロンになかなかまた、ね、来てやるってことがなくなってしまうので、そこは皆さんもちょっとテクニックを使って、まあ、家でここが気になるって言ったらここの部分だけ教えてあげるとか、そういう感じでいいんだと思いますね。まあ、多分ちょっと経験とかしていただきますけど、すると多分本当に何なのかっていうことが多分分かると思うんですよ。口でなかなかそう説明ね、そうそうしてもね、今日難しいと思うんですけど、丁寧で一番、うん、そうだね、うん、丁寧ね。すいません、これは前日とどのがいいんですか？ゆくゆくは全員やっていただくんですけど、そうですね、ちょっと皆さんのシフトの関係もあるので、何か質問とか今までチームになりますか？やってないからね、分かんないよね。今変わる日ですね。例えば肌とかで、このシャガリル説明するじゃないですか、うん、もしこの悪い方のようにお客さんが言うとすごく心配なんじゃないですか、うん、どんだけ悪いんですか、うん、まあ、そしたらもうそのこの色とかをもう書いてちょっと置いといて、こういうこともこういう感じですよって、こういう色になったらこういう感じですよっていう感じで教えてあげればと思うし、あとこれどうしたらいいかって言ったら、もうまず出た時点でそのなんでしゃが出るかって言ったら、これで結局毛細血管を擦ることでその老廃物が皮膚表面に出てくるんですよ。だからどんだけ同じ場所をやっても出ないところと出るところが溜まってるところしか出ないんです。だからまあ最初にそれをちょっと説明して、肩とかもし希望されてたらこういう風に出てしまうことがあると、もう2回やっても出る人とかいるので、色が出たことに対してなくて自分が病気が悪いっていうことで、あ、それはそんなの別にね、癌だから出るとかそういうのじゃないので疲れなんですね。うん、そうそうそう、体って書いてあるから、うんうん、なんかこれ言いにくいなと思って、そこはね、多分ね、もともとこれ病院とか中国とかの病院でやってるやつだから治療として使われてるから多分そういう表現になっちゃってたんだと思うんですけど、基本的には、まあ、こういうような症状って治しとけばいいと思いますけど、お客さんに説明するとね、が出たら、まあ、疲れがかなり溜まっていると、そういうところが使ったほうがいいですね。そうですね、デトックスということで、はい、ここ紫外線が強いんで、例えば水着着て外に出るときに背中こう赤くてますよね。あの色素沈着したりとか、そういうところが心配なんです。あ、これでやったことで、やった、赤くなってるところを、うん、紫外線に当たったか、のりこさん、あー、それはないですね、うん、それは自体はない、うん、あ、ちょっと虫となるけど傷とかとまたちょっと違うから、うん、ただ気をつけなきゃいけないのはこれをやった後に、例えばその体とかやった後に急激に冷たい水を浴びるとか、リンパドレナージュと一緒で急激に冷たい水を浴びるとか急激に冷たい水を飲むとかすると血管が拡張している状態にあるんですよ、これやった後って広がってる。でその時に冷たいと飲むと心筋梗塞がキュッて閉まるから、それでちょっと具合悪くなったりとか、そういう心配もあるので、
その時は必ず気をつけて、それでね、例えばあの一番これね、民間療法で使われてるのが具合悪い時によくやるんですけど、その風邪の前とか熱が体にこもって、あもう具合悪くなるなって分かる時によくするんですけど、やった後ってぐわーって汗出るんですよ。で汗ってもともと熱出た時に汗出るんですけど、その汗の意味って熱が出ることで体ってすごく上手にできてて、汗で冷やすんですよね、熱を抑えるんですよ、それ以上上がらないように。だからあのこれをやった後にあの必ず汗とかかいてしまうこともあるので、着替えてもらうとか、冷たいまんま冷たいところに入ると冷えますよね、濡れたら。そこをちょっと注意してもらってもらってもいいですね。先生、牛痛後は寝る前か、できれば常温とかの方がいいと思います。そろそろ始めましょうかね。